こちらはフォルムザメスカブト低評価の王様所沢のタイソンさん特集いきましょう。まず今一度仲良くなったアンディ南野さんと揉めておりまして、とこでアンディさんがやってる大会マネーファイトに DM で誘われたが、まずその言い方が当然出てくれるよねみたいな感じだったのでムカついた。ギャラを聞いたらカメラマン同行交通費宿泊費込みで20万円と言われた。は？俺はそんなに安い男じゃねえ。そしたら向こうも食ってかかってきた。俺にそれしか出せない大会なんてやめちまえよ、小じき野郎。何がスーパースターだ。ネチネチ、なめくじ野郎が、って言ってやった。そしてここでトコティ。だったら、ブレイキングダウンで俺とやるか？もうやんねえって言ったけど、アンディ南野だったら、ムカついてるからやってやるぜ。しっかりアンサー返せよと。なんとトコティ、ブレイキングダウンの甘い汁が忘れられず、奥の代表の時と同じ、出ないって言ったが、お前はムカついてるから特別という前回と同じ理由で、ブレイキングダウンに無理やり戻ろうとしてしまう。ムカついてるからやるんだったら、お金関係なくね、アンディ南野さんのマネーファイトでやればいいのに。アンにお金と注目度が欲しいと墓穴を掘ってしまう。早速特大の大穴に自らも落ちつつ、レッドブル翼をください。トコティはこの穴から抜け出して再び羽ばたくことができるのか。まず本日一つ目の低評価をしておきました。そしてこれに対してアンディ南野さんのアンサーが、なめくじ野郎、誰に言うとんねん。裏でしたオファーを何表でしとんねん。20万は最低保証で、あとは別途お支払いすると言ったろ。プラスうちのマネーファイトはお客様たちからのカンパ金を稼ぐというシステムだから、お前には50万100万入ると思う。文面をちゃんと読め。スポンサーもつけたらええやん。ブレイキングダウンでやってやるって何目線やね。まあやるならやってやるよ。きっと30秒持たないぞと。多分トコティが発案でアンディ南野さんを巻き込んでいると思うので、トコティにもう一丁低評価をしておきました。そして戻ってきましてトコティ、思ったよりアンディ南野の野郎ガッと来ねえな。それにマネーファイトの仕組みなんて DM 来てねえよ。ネットでごちゃごちゃやりたくねえとか言いつつ、面識ない時に俺の名前を出してずっとごちゃごちゃやってたのお前じゃんと。トコティアンディ南野さんがあまり派手に返してこなかったので因縁を作れず弱い線香花火の火花で終わってしまう。最後時間を持て余す。小鳥の水浴びというかパチャパチャやって終わっていきました。風邪ひかないようにちゃんと体拭いておいてね。事前の練り込みが明らかに足りてなかったので低評価をしておきました。そしてこちらは何を血迷ったか朝倉海選手のところの購買に行くこと信原空選手がトコティとコラボをしてしまっております。完全に黒歴史になりそうな予感。この間も試合負けてたんで、これで2連敗ということになりますね。きっと昔からカブトムシとか取りに行くのが好きだったんでしょう。で、企画の方は信原選手はトコティの YouTube を結構見てるそうで、その中に暴漢に襲われてトコティが制圧するというのがあったようで、信原空選手はそれをやらせくせーと疑い、じゃあ今度は俺がおもちゃのナイフだが襲撃しますというもので、信原選手マスクをかぶって真正面からトコティに襲撃をかける。トコティなんとここ見事に信原選手を制圧して、ここで信原選手のマスクが取れるとトコティがわざとらしく驚き、空くん空くん空くんじゃーんと。うちのお父さん昔小学校の学芸会で鶴の恩返しで、あ鶴だっていう一言だけの役をやったらしいんですが、それときっと同じだろう。空くん空くんじゃーんなんだと棒読みしておりました。ナイフを持った人間を制圧したそのネタバラシの1秒後に急に顔も柔和になりまして、ここまでの興奮が全くなかったかのように、どんな人間の防御反応だよと、それに反しまくっておりましたので、やらせ度2兆パーセントでした。うまく騙せてるぜと思えているトコティは、かっこいい姿を見せれていると思い、ご満悦の表情。ここで一回、休憩の低評価をしておきました。そしてその後、信原空選手にトコティが催眠術をかけるという動画で、信原選手の鼻にわさびを入れても、それが、抹茶に感じるうんたらかんたらというもので、時は金なり、タイムイズマネーなので見るのをやめました。ふう、まあ低評価ももういいや。
そしてこちらは井上尚弥選手がボクシングファンの指摘にクエスチョンを投げかけたところ、それにライアン・ガルシア選手が切れたというニュースは一度当チャンネルでやらせてもらいましたが、その同じところからの派生で、まず繰り返しの部分いきますと、なぜ井上尚弥はアメリカに進出しないのかの意見に、井上尚弥選手はツイッターでアメリカに来て試合をしろというコメントに、はてなはてなはてな、今や軽量級の本場はここ日本にある、試合が見たいのなら日本に来ればいい、日本のマーケット以上のものがアメリカにあるなら喜んでいく、それだけの価値がここ日本にはあると主張をしましたね。でこれに対してライアン・ガルシア選手以外もアメリカメディアのボクシングニュース24というところが、まあ、アメリカなんでアメリカのこと言われてムカついたんでしょうね。井上尚弥の共同プロモーターのトップランク社は、井上がアメリカで戦うことに抵抗している現状では井上をスターにすることはできないだろう、この頑固で難解なスタンスは井上が融通が効かず、アメリカでスターになるために渡米するという考えを変えたくないことを示している。その上で、井上は渡米すれば自分の身を危険にさらして対戦相手と戦うことを期待され、集中砲火を浴び、そして負けることを知っているに違いないと皮肉を。さらに、井上の才能のない無名選手との対戦癖は、彼がアメリカで戦いレベルの高い相手と対戦しない限り、彼がアメリカでスターになる助けにはならないだろうと、これまでのマッチメイクにも物申していて、で例えばとしまして、スティーブン・フルトンなんてコアなファンしか知らないし、彼が知られるようになったのもつい最近のことだ。ルイス・ネリと対戦するが、ネリは数年前にブランドン・フィゲロアに KO されて以来、レベルの低い相手としか戦ってないじゃないか。井上がネリを対戦相手に選んだのは、ソフトな相手を選んだ例だとファンは見ているんだぜと記事に書いたようです。ふう、これが負け犬の遠吠えか。全くムカつかないのはなんでだろう。そしてこちらは昨日マジで痺れたよね、マックス・ホロウェイ選手のラスト、リング中央でやろうぜの指差しからの殴り合いで、ラスト1秒でジャスティン・ゲージ選手を失神 KO 負けさせ勝利。そのことについて試合後の記者会見でこう語っております。これがその時だ、これが BMF として知られる時だと考えていたんだ。てか BMF をブレスド・マン・フォーエバー、永遠に祝福された男っていう風に解明したい。俺が BMF ベルトを持っている限り、 BMF はそういう意味だからな。でもあの瞬間以上の BMF 瞬間はないだろ。仮に立場が逆転してゲージが優勢だったとしても、彼も同じように最後に殴り合う10秒を俺にくれていたと信じている。あいつもマジで悪いやつだ。こういうことをすることによって歴史に名前を刻むことができる。俺の打撃が当たって幸運だっただけだ。彼のパンチは当たらなかったけど、顔の近くを切った風だけでも痛かったぜってなんてかっこいい男なんだ本当に。でカーフからの逆転勝ち、我らがイリー・プロハースカ選手が4600万円のボーナスゲットで、マックス・ホロウェイ選手はダブル受賞で、なんとボーナスだけで9200万円ゲットしたと。でこちらは所有に来韓国ロード FC の100秒ルールで高校生ファイターと戦い、負けたにもかかわらず判定に納得いかないようで、向こうがオープンマインドで来てくれたにもかかわらず喧嘩を売ってしまうという動画がツイッターに出回りまして、朝倉未来選手に過去地下格時代勝利したことがある辰巳選手は、乱闘暴言でしか注目を集めれないから頑張ってるんだろうな、こんなにダサいことある、人間性がわかるわと投稿しております。ここまでは南極北極ジェットコースターのように高低差があるように、トコティ井上尚弥選手、マックス・ホロウェイ選手からの醤油2期という比較でやってみましたが、でこちら平本蓮選手がアイルランドを到着という動画、まずマクレガーのジムはストレートブラストジムで SBG ジム、ブラストは爆発とか爆風で楽しい時間を過ごすという意味もあるようです。平本蓮選手、会えるのかな、会えたらやばい、でも一緒に練習したらすごいと思ってもらえる自信はあると。そして朝倉未来との試合に向けて大幅にスタイルを変えると宣言。さらに、さすがに緊張してる、生まれて初めてジム行く前の用意が30分前に終わったと遅刻をしないようにしている。そしてジムに到着、ヘッドコーチはジョン・カバナー、40代ぐらいの白人男性、にこやかに迎えてくれて、平本蓮選手はよろしくお願いします、よろしくお願いしますと頭を何度も下げる。
ここから2ヶ月の修行が始まるそうです。なんかコナーマクレガー選手に相手されてるされてないとかで騒いでる投稿も SNS で見ましたが、まあそんなの気にせず頑張ってほしい。そしてこちらはオリコンニュースさんよりで、今度はベラトールに飛び立つ八千祐介選手にインタビュー。八千選手、今度戦いに行くフランスはベンツがいっぱい走ってる。ゴミ収集車もバスもベンツ。実は自分は過去 PXC のチャンピオンで、その防衛戦でボルカノフスキーにベルトを取られた。こんなにその後活躍するとは1ミリも思ってなかった。自分が以前から北米で戦いたいと言っていたので、ライジンがきっとアクションを起こしてくれて、今回の試合決まったのだと思う。対戦相手のベルナウイはどちらかというと組の強い選手。3つの団体でチャンピオン。20勝4敗、20勝のうち19フィニッシュとめちゃ強い選手。ベラトールライト級チャンピオンのウスマン・ヌルマゴーメドフ、今は雲の上すぎるが、最終的にはそこを目指してやっていく。 AJ マッキーにも今は勝てる自信はない。一個一個アップデートしてやっていく。教授とは連絡を取り合う仲ではない。結婚おめでとうという連絡を入れた。だからベラトールの雰囲気を聞いたりとかはしていない。ベラトールにも継続参戦したいが、ライジンでもベルトを目指している。34歳という年齢での衰えは本当に全く感じてない。金原さん vs 鈴木千尋くんは金原さんと一緒に練習しているので、金原さんを大応援。そしてトラッシュトークについては、選手それぞれで別にいいけど、実力が伴ってないと格好が悪い。キッドさんの元で試合で見せてなんぼでしょって自分もずっとやってきたんで。でも全てはただの役割かな。そしてここで記者さんから、格闘技以外のニュースでも八千選手のこと見ること多いですねと。これは川口春奈さんとのことを匂わして聞いてみると、そうですよね。だってそれ以外で八千選手のニュース出てないですもんね。八千選手はそういったところからも注目されて、格闘技目指そうと思ってくれる人もいるのかもしれないので、違う形で貢献できているのであればいいのかなと最近は思うようになりました。まあまあそこの辺の話はもう今回の髪の毛で語ってるんで、そちらでどうぞと。はい、八千祐介選手からするといい女と付き合えるかもしれないから、格闘技もみんな魅力的だぞと。こんな私の勝手な解釈でいいでしょうか。はい、でもその方面からは確かにね、めっちゃ貢献してますよね。やっぱ女性からしても、あの大物女優と付き合ってたのとなると、八千選手を見る目も変わって、私もとなるんでしょうか。まあライジン30代の部ではね、一番ぐらいにかっこいいですからね。